レンガの中に推し活モードの機能入れちゃったの。推しをフルネームで呼び捨てするっていうのはちょっと愛が足りないなっていう、うん、この漫画出ているシーンだけを引っ張ってきた。コーナーだけ出てきた。そうですね。レグザチャンネルをご覧の皆様こんにちは、声優の小岩井小鳥です。そして現在ブランド統括マネージャーの小丸でございます、うん、こんにちは小鳥さん。はい、推し活。推し活流行ってるよね。流行ってますね。小鳥さんは何やってんの？私はアニメ全体が推しかな。まあそりゃそうだよね。それ田村さんゴルフ。俺ゴルフみたいに。うちの会社にもいるのよ、推し活小僧が。推し活小僧が女子なのよ。今日は女子なんですね。どうぞ。こんにちは。ノースノーマンノーライフ中村沙耶香と申します。よろしくお願いします。スノーマンさんが好きなんですね。スノーマン大好き。推しなのね。この子すごいの、はいはい、推し活すぎちゃってレグザの中に推し活モードの機能入れちゃったの。え、はい、そんな私利私欲 OK なんですかレグザさんは。セーフセーフ、はい、趣味が高じて日本人の4割推しているというので、あ、もうその人たちに届けたいと思って。見せて見せて、はい、どんな機能。じゃあまずこちらです。何、あの元々から番組ガイドというのあったんですけれども、うん、私の強引な一声で推し活リストというもの、うん、どれよどれどれどれ、こちらですね、推し活リスト。ミルコレ番組のガイドというのは前からあったけど、はい、ファームアップしてあなたがこれ入れたってことですか。どんなものかというと、はい、自分だけの推しを集めたタレントスケジュールを見たいと、はい、スノーマンさん大好きです、うんうん、あとはもう中村雄一さん、うん、声優さんだったりとか、うんうんうん、そういった人たちがもう勝手に出てきちゃう。勝手に出てきちゃいます。しかもこれ日付順にちゃんと並んでいるのがありがたいですね。すごいすごい。過去に放送されたものもリストで見れるので、うん、もう撮れているものこれを見ようかなとか、うんうん、あ、明日は何があるんだっていうのも、もう一覧でぶち抜きで見る。タイムスマシンのレグザとか自動録画が走ってるレグザとかだったら、はい、推し活の人は録画しといてよっておまじないしとけば、はい、勝手にこのリスト出てくれる。出てきます。はははトラベリーね。推しをどうやって見つけようかっていうところをちょっとご紹介させていただいて、まずですね、推しタレントを見つけて登録というのがあるんですけれど、ミルコレで人気っていうのがありまして、このパックってついてるんですけど、パックはもう一言でざっくりと言うと X とか Instagram のフォローと同じですね。例えば私ですとスノーマンさんパックで、お気に入りで任せ録画をすると、うん、未来だったらこの番組全部、うん、録画されているものだったらこの中から選べます、はいはいはい、ちなみにですね、パックというのは、うん、あの YouTube だったり、うん、ネット動画だったり、あとはですね、あの、うん、この CM とかシーンっていう、うん、これは何、スノーマンさんが出てる CM がずらっと出てるの。ずらっと並ぶ。ちょっと、ちょっと、これはスノーマンさん CM に藤谷さんの CM 出てますよってことか。はい、そうです。それが見えてるわけね。狼少年にも出てらっしゃるの、うん、あ、これ番宣だな。番宣ですね。すごいね。推し活する上で CM って結構取り逃すこと多いじゃないですか。取り逃すんですよね、はい、だからこれありがたいですね。シーンっていうのは何なの。これシーンっていうのはですね、うん、スノーマンが出演している、うん、と番組の中でも、うん、そのスノーマンが出ているシーンだけを引っ張ってきた。コーナーだけ出てきた。そうですね、5時間ある音楽番組でも、うん、その3分だけの出演とかも、うん、確かにもうピックアップできるので、これヒロブにスノーマンさんが出てるんだな、ちらっとな、多分、ね、新 CM。 これはあれか、 CM のメイキングだね。これこんなの見たいよね、推し活の人は。これ見たいですね。はい、じゃあ次に推し活している人を探してみましょう。探して登録しないとここには出ないので、レグザの特徴で声だけで探せるんですけれども、さらにちょっと私の趣味が高じて、相性だけでも探せる。ちょっとやってみて。やってみますね。さっくん。はい。ところでさっくんってどなた？佐久間大介さんという。おお、そうなんですね。スノーマンのメンバーの方で。さっくんっていうだけで。スノーマンの佐久間さんが出てくるの？出てきます。すごい、すごいね。推しをフルネームで呼び捨てするっていうのは、うん、ちょっと愛が足りないなっていう、うん、そうなんですね。あなたがさっくんって言って出てくるようにするために、はい、みんなエンジニアを動かしてるわけ。いや、これは私の趣味なんで、うん、自分が一人でちまちま登録してます。自分で登録してんの？自分で登録してます。自分で作ってます。信じる。すみません、弊社社員変態が申し訳ございません。本当に愛のある変態が、はい、もちろんスノーマンさんだけじゃなくて、うん、例えば指原莉乃さん、サッシーだったりとか、そういった方々、浜ちゃんだったりっていうことも続々増やしていく予定です。はい、
小鳥さんはなんて呼ばれてたっけ。私コッコちゃんって呼ばれてるんですけど、さすがに声優さんはまだこれから増やしていく途中ですかね。ごめんなさい、あの中村雄一さんのユーキャンは登録して自分の推しから優先的に登録されていく。コッコちゃん登録しといて。わかりました。私たちみたいに誰か特定の人とより、うん、ゴルフとかアニメとか、うん、そういうジャンルを推してる人もいるじゃないですか、うん、そういう人はなんか助かる機能あったりするんですか。あ、ご安心ください。タレントを見つけてがこっちなんですけど、うん、推しジャンルを見つけて登録っていうのがあるので、あの例えば本村さんでしたら、うん、スポーツ、ゴルフ、ゴルフの、うん、女子、女子、有名女子プロゴルファーですとか。おー、いいね、ゴルフだけってことか。はい、ゴルフの国内で開催される。あ、じゃあこれだ。今週末ですと、うん、富士山系あるあるあるっていう感じで、こういったものも、うん、あのジャンルで押すことができます。なるほど。でこれ自動録画にしとけば、はい、勝手に録画してくれるね。勝手に録画してくれる。あとは見るだけ。あとは見るだけ。最高。あと最近よくあるのが、うん、あの話題になってから、うん、あのその番組を見たいなっていうのが、ね、はいはいはい、昨年ですとビバンだったりとか、はいはいはい、不適切なことがあるとか、そ う,、ね、そういったものに追いつきたいっていう場合は、うんうんうん、あ、もう1話放送されちゃったから、うん、これはもうダメだ、諦めようというのではなくって、うん、例えば、今話題になっているイップス、うん、バカリズムさんが出ているものなんですけれども、うん、このブルーのマークが出ているものが、うん、あの配信があるよっていうものなので、うん、タイムマシン撮ってません、自動録画回ってなかったんだけど、はい、ネットからはだったら見れますよっていう、はい、ネット動画が見れますというので開いてみます、うん、そうするとこの番組コネクトというものになりまして、うんうん、逃しちゃったけど、うん、でも実はプライムビデオに行くと見られる。これ便利ね。はい、これ便利ね。今期ですとみんな大好き、うん、テンスラの第3期、うん、テンスラって何。テンスラって転生したらスライムだったっていう。ははは、流行ってるんですか。こちらを番組コネクトで見ますと、うん、あの、あ、日テレさんやってますよってことね。そうですね、うん、なんですけれども、うん、プライムビデオで。おー、プライムでも見えるってこと、はい、1期から2期、3期まで全部おさらいができちゃ う, っていうこと。何年も前なんで、1期、2期とか、ね、うん、そうですね。そういうことね。なるほど、なるほど。新しく追いつこうという方にも、うん、最初っていう方にも。じゃあ俺も今日からこれ1話から。もうぜひぜひ。さらにですね、うん、あの他のプライムビデオ以外はやっていないのかなって言った時には、うん、こちらの番組名で検索、うん、ここ、そうですね、これ押せばいいの、決定していただくと、うん、でそうするとプライムビデオ以外でもこんだけありますよっていうのが分かる。そうですね、 YouTube、はい、プライム、ディズニープラス、レミの、ユーネクスト、フールといったものが今ですと、ちょっとこちらの方がプライムビデオさんだったり、うん、フールさんしかないんですけれども、うん、先ほど見ていただいた他のネット動画の方が順次こちらにバン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 と追加されていく予定です。なるほど、そうしたらより楽ですね、はい、より楽になりますので、はいはい、なるほど。いやいや、すごいよね。マニアとマニアとオタクとオタクがくっついてすごいことできましたって感じ。これレグだってマニアとオタクしかいませんね。本当そうだね。返す言葉がございません、ね、本当に使い勝手が良くなってますねっていうことで、はい、ですね。これがね、どなたでも自由にアクセスして使えるっていうのがね、うん、しかも無料で使えますですね。素晴らしい、はい、ということで皆さんね、ぜひね、レグザを推し活に使ってみてください。皆さんご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。ぜひいいねとチャンネル登録、コメントや共有もお願いします。それではまたね。バイバイ。よろしくお願いします。推し活最高。推し活最高。